話す内容、そうですね、まあ、先日の井上尚弥ノリとドネア戦のセミでやった拓磨君の試合で、統一戦ですね、フル BC ので、まあ結果残念で判定で 3-0 で負けちゃったんですけど、まあ、そのノルディ・ウーバリ選手に対してこうね、尚弥君が勝利者インタビューのリング上で弟の拓磨の敵討ちしたいっていうのをリング上でね話してたんで、まあ、現実的ですよね。もしかしたら来年ありますよね。次戦はどうですかね、ないんじゃないですか、まあ、分かんないですけど、まあ、もしかしたらあるかもしれないですし、ゼロではないですけど、まあ、見ててすごいウーバリ選手ね、力強いサウスポーで、まあ、テクニックもあるし思い切りのいいダイナミックなパンチも打ってたんで、もう普通にやっぱ強いですよね、チャンピオンなんで。で、ね、モンスター尚弥君勝ってそうやって言ってて、あ、尚弥君そうだ同じ階級やからやったらどうなるやろとかね、いろいろ考えたんですけど、まあ面白い試合になるとは思うんですけど、もう予想としては僕は全然尚弥君勝つと思うんですよ。拓磨君と尚弥君全然ボクシングスタイルまあ違いますし、拓磨君の場合スピードでパンチもらわないっていうのは、まあ尚弥君も一緒なんですけど、まあ一発のパンチでいうと全然尚弥君とかやっぱあるんで、だから結構ねウーバリ選手にカウンター当ててたんで、尚弥君も同じように絶対当てれると思うんですよ。そこでウーバリがああいうもらってもお構いなく言ってたっていうのは多分通用しないと思うんですよね。だから結果的には僕は中盤までには KO するかなって思いますし、拓磨選手は結構判定での勝利、そうですね、13勝してて 3KO かな。やっぱり足使う、うん、足使うし、まあ言い方を変えればこうリスクを負わないっていう中で明確に勝つっていうのに長けてるんですよね、ポイント取るっていう。だからリスクを負ってでもこう勝ちに行くスタイルすれば、まあ、KO もちろん増えるとは思うんですけど、それ以上に勝ちに徹してるんで、結果的にまあ13勝して 3KO かなんですけど、だからまあパンチがないってわけじゃないんですよね。でもその今回のウバリ選手に負けたっていうのはすごいパワーレスなとこが顕著に出てたんで、でもね、あえて尚弥君が言ってたんで、決まれば面白いですよね、ボクシングファンとして、一ボクシングファンとして。やっぱストーリー的にもね、弟世界チャンピオンの統一戦で弟が負けた相手に、まあ、兄貴が雪辱果たすっていう筋書きっていうんですか、ストーリー的には面白いんで、まあ、見てみたいですね。だから尚弥君はまだバンタムでとどまるって明言してるんで、だから他団体の今尚弥君が WBA と IBF の統一王者なんですけど、まあ、WBC の今のウーバリ選手と WBO のテテ選手、まあやり残したっていうか、バンタムで今後やったら面白いんちゃうかっていう相手はこの2人ですよね、ウーバリとテテ。でテテも世界タイトルマッチで世界最速記録を持ってるんですよね、 KO 1ラウンド11秒かなんかですね、確か調べてもらったのあれなんですけど、確か1ラウンド11秒かなんかで KO してるんですよ。それが世界的な記録で、世界最速 KO 記録持ってる WBO のチャンピオンで、結構弱強だっすね。うん、そうっすね、パンチもあるし、ウーバリーもだって17戦12 KO、 そうですね、してるんで、だからまあ面白いっすよね。だってすごい背筋やばかった、筋肉すごい、背筋が全然強い、めちゃめちゃ筋肉質の体してて、だからまあそこの2人来年やるんじゃないですか。バンタム級面白いですね、うち熱いですね。でも WBSS トーナメント優勝ですからね、モンスター尚弥君は。まあまあウーバリーとやるってなれば、まあ、ウーバリー的にはあんなに拓磨君とやった時みたいにもらってでもっていう距離で思い切り踏み込んでこないと思うんですよ、うん、怖いですよ、うん、多分中間距離の時間は長いと思うんですよね。でもモンスターね、尚弥君はその距離でのタイミングだったりっていうのを、ウーバリのそのねスピードだったりっていうのは多分3ラウンド4ラウンドぐらいまでにはもう把握すると思うんですよ。だからそこからカウンターなり合わせに行くと思うんですけど、まあでもウーバリサウスポーなんで、今回ドネアが右でオーソドックススタイルやったんですけど、でもサウスポーって右ストレートがやっぱ当たりやすいんですよ。前の手でまあ牽制し合ったりはするんですけど、その中でも右を当てるのに長けてるんで、ね、尚弥君がパヤノとやった70秒で KO したのも、まあ、パヤノサウスポーでしっかりワンツーで右で倒したんですけど、絶対そのサウスポー苦手意識多分ないんですよね。だからまあ僕はもう中盤までには多分仕留めると思うんですよ、やるとしたら。けどやっぱりちょっと心配なの目のね、なんか今日ね、今日何日だ、11月9日付で尚弥君が SNS で眼下底骨折してたっていうのと、鼻も骨折してたっていう、まあ、ツイートしてたんで、 SNS でちょっとそうやって言ってたんで、やっぱ代償大きいですよね。やっぱあれだけのレジェンドとフルラウンド戦い抜いたんで。でもね、その2ラウンドにもらったフックで眼下底骨折したらしいですけど、でもあれだけのパフォーマンスですからね、
すごくないですか。1ラウンドってなんか多分言ってたと思うんですけど、実際2ラウンドですね。2ラウンドにもらったフックでバーン目切ってガンカテして、でもフルラウンドあのパフォーマンスなんで打たれ強さも証明されたと思いますし、眼球には異常ないって言うんですけど心配ですか。まあでも大丈夫なんじゃないですか。多分回復力もモンスターやと思うし、ね、やっぱりなんかボクサーってやっぱり怪我もなんか才能というか、そうですね、怪我すね。僕はだから今のところ大きな怪我ってそんなにないんで、ね、腫れも収まりましたね。はい、まあ2週間ちょっとかかりましたけど、今は全然押しても大丈夫です。痛くないです。全然大丈夫です。アマチュア時代ないですね、拳怪我とか。まあちょっと痛いなってありますよ、もちろん。骨折とかはないです。だからその怪我のせいで練習ができないとか、そういうアクシデントは今までないですね。網膜剥離とかありますよね。目の怪我でボクサー引退とかやっぱ多いんで、だから僕も今回ナヤ君の試合見て、まああの一発で最悪ヒッティングでのカットやったんで、あの傷口がパチン広がって流血したら最悪 TKO とかあったんで、もらわないっていうのが一番ですよね、パンチは。直哉君の評価すごい高いから、勝って当たり前みたいなあるじゃないですか、雰囲気じゃないっていうのを再確認しましたね、今回。あんだけタフな試合してたしね。もうでも直哉君も拓磨君もそうなんですけど、試合あんだけ12ラウンド戦い抜いた後の顔全然腫れてないし、僕こんなになってましたからね。もう終わってもうね、その日の夜にはもうタクシーなんかもこんな目してなかったじゃないですか。はい、もう当たってるぐらい。だからまあね、長くボクシングやろうと思ったらあえてもらっちゃダメなんで。でもな、もうね、長谷君はもう今回骨折したっても言ってたんで、多分年内まではもうずっと今年はゆっくりするって言ってたんで、いろいろなんか裏話じゃないですけど、試合中に感じたこととかもまた直接ちょっと聞いて、ちょっと刺激もらいに行きます。うん、やっぱね、そうやって仲良くしてるんで、それにしかなかなか言えないこともあると思うんで、ちょっと勉強してきます。どうやったらそれだけのねパフォーマンス出せるか、強くなれるかとか、まあ、ヒントをちょっともらいに行こうかなと。だけどね、これがボクシングが上がっていく、来年ね、2020年前の動画でも言ったんですけど、まあ、オリンピックがね2020年でありますし、で村田さんが2016年のロンドンか、じゃあ2012年のロンドンオリンピックで金メダル取って、プロ転向して世界チャンピオンになって、今ね、世間の人はみんな村田亮太っていう、みんな知ってるじゃないですか。でまた2020年この今回東京オリンピックで、で直哉君の活躍もあって、多分ボクシング多分スポット浴びると思うんですよ。だからちょっと楽しみですよね。でまあ僕自身も2020年ってすごい大きな1年になるんちゃうかな、今まで以上の。統一戦ですごい支えられてるんで、現実的になってきたんで、直哉君に負けじとね、そのボクシング界にね、京口っていうボクサーいるっていうのをもっとこうアピールしていかんとダメですし、まだまだ満足できないんでね、自分自身もっともっとやれると思うんでね。でまあ今回もし直哉君とウーバリがもし決まったらっていう話させてもらったんですけど、多分まあ僕が思うにもしやるってなっても中盤までに多分倒すと思うんですけど、ぜひね、拓磨君の敵討ちじゃないですけど、ぜひ敵取ってもらって、で拓磨君はもう一回返り咲いてチャンピオンになってほしいと思うんで、僕も頑張ろうと思えたし、皆さんはまだぜひ、まあ、直哉君は多分応援してる人がほとんどだと思うんですけど、まあ僕も拓磨君もで今、ね、ボクサー有望な選手いっぱいいるんで、ボクシング知らない人とかも、あ、こういうボクサーいるんやっていっぱい気になる選手多分いっぱいいると思うんで、ぜひチェックしてボクシングにもこうちょっと興味持ってもらえたらなって思うんで、ぜひボクシング興味持ってみてください。でまた京口というこのボクサーを応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でバイ新しいの